初めまして、羽生です。羽生結弦です。オリンピックの前の寄せ書きということで、たくさんの皆中のみんなから、メッセージをいただきました。本当にありがとうございます。質問ある方いらっしゃいますか？ピストルポーズしてます。ピストルポーズってなんだ？はい、スケートのやつ。これ？ジーパンなんだよ。世界最高得点を出した時のポーズ。まさかこれほど生徒たちが喜んでくれるとは思ってもいなかった。復興には無力だと感じていた金メダルにも意味があったのかもしれない。胸の奥でうずいていた後ろめたさが少しだけ和らいだ。本当に大変なことばっかりだと思うんですけれども、そこに全部ありがとうって言えるぐらい感謝の気持ちを持っていれば、いつか絶対いいことがあるなって僕は信じています。来てよかったと思う。みんなに笑顔をプレゼントできたから。こんなにも自分の演技で自分の結果で元気になってくれる方がいるっていうのを、自分のスケートがこんなにも人のためになってんだなっていうのを改めて気づけたので、またいい結果を持って来れるようにしたいなって思いました。深い悲しみと向き合った人々がもしも自分に希望を重ねてくれるなら、きっと復興の助けになるだろう。その思いを込め、今夜一夜限りのアイスショー。